ついに青春の記憶を見られるなんて、私でも顔が赤くなるわ。あら、大胆な発言ね。確かに、楽しんでないと言ったら嘘になるけど。だって、メイが私の全部を知りたいって言ってくれたんだもの。私と関係を深めたいなんて、もちろん歓迎するに決まってるじゃない。もう、メイは完璧な女の子なのに、その点だけちょっと良くないわね。私と同じように素直になったら、もっとモテると思うわよ。なんてね。話題をエリシアに戻しましょう。私の過去を知ったメイが、次に知りたいことは何？どうしようかしら。いいテーマはいくつもあるんだけど。え？どうしてプリントされないの？待ってて、確認してみるわ。おかしいわね。長く使われてないから壊れたのかしら。修理ガイドを確認するわ。ここはこうして、こう、いいわ。こうしましょう。えい！変ね。どうして治ってないのかしら。でも今までの経験では、これが一番効率のいい修理方法だったのよ。え？あたしが壊したわけじゃないわ。だって、だって。そうだ、紙が切れたのよ。紙がないと印刷できないじゃない。そうよね。私はこのデータ室の管理者よ。私と同じくらい可愛らしい人の子よ。ちゃんと管理者の言うことを聞きなさい。あ、それは使用済みのものよ。再利用はダメ。その通り。その間私は修理。いや、だから、あなたたちが本当の白紙を見つけたら、このタイプライターも正常に動くのよ。ことないよ。メイお姉ちゃんならいつでも歓迎するから。もういい。繰り返し話すつもりはない。あなたがどうしてもというのなら、私もこれ以上話すつもりはない。だけど悪いことにしかならない。でももしそれがグレイシュの望みだったら。それがあんたの嘘でないことをどう証明する。知らず知らずのうちに彼女に圧力をかけていないことをあんたは証明できるのか。余計なお世話？確かにそうだな。メイ、
英傑同士の争いに警察に介入するのは良くないよ。安心してください。私とコスマはただ昔話をしていただけだよ。これは失礼。私としては守る。あんたの口からそんな言葉を聞くとむしろ余計不安になるだろう。一つ忠告だ、雷の律者。俺たちを簡単に信用するな。俺たちは一人一人が秘密を抱えている。俺もそうだし、英傑はヒーローではない。楽園もその名前のように美しくはない。律者、もしここで何かを発掘しようとしているなら、それを覚えておいた方がいい。そして二度とそういうことはするな。メイ、メイ、タイプライターが直ったから持ってきたわよ。あら、来るタイミングを間違えたかしら。何を言ってるの？私たちのような人々に愛されてるキラキラした妖精が来たんだから、ちょうどいいタイミングでしょ？それはどうかしら。私の天敵はもちろん、メイのような美しい女の子よ。メイがどんなことを望んでも、私は断れないもの。エリシア、その変わらない元気な笑顔を見ると安心できるよ。私もよ、アポニア。あなたに会うたびに嬉しくなるわ。あ、エリシアちゃんが二人いる。私はエリオ。フェアリーランドから来たデータ室の管理者なの。知りたいことがあったら何でも私に聞いてちょうだい。その手にあるのはタイプライター？何を印刷するの？あら、グレーシュも興味があるのね。試してみない？手を文字盤の上にかざすと、相手に関連する記憶を自動的に選んで印刷してくれるわよ。こんな風に？あ、本当に出てきた。絵の中の人はコズマ？確かに少し抽象的ではあるけど、この姿はコズマで間違いないね。私覚えてる。コズマがハーモニカを覚えたって言ったら、ディストピアお姉ちゃんがみんなの前で吹いてってお願いしたの。コズマが吹き終わったら、ディストピアお姉ちゃんは椅子から落ちるくらい笑ってた。ありがとう、妖精さん。いい記憶を思い出せた。どういたしまして。人間のお嬢さん、妖精の力を甘く見ちゃダメよ。それは妖精の力がレベルアップしたからよ。信じてくれないならもう一度試してもいいわ。じゃあ次はコズマがいい。やめてくれ。あら、あっさり断られちゃった。でもね、コズマ、グレーシュのお願いなのよ。断ったら分からず屋なんじゃない？やめろ。あ、
印刷が終わった。これは？そこにいるの？もう一度見せるわね。どうだった？確かに勢いがある技でした。そうする、どちらかというと儀式的なものかしら。どう？フワもやってみて。もうコズマったら、女の子のことをこっそり見るなんてダメでしょ。でもこれで思い出したわ。もともとこの動きを英傑の礼儀作法としてヒヨウガの内部に広めようと思ったんだけど。でも指導計画が思ったよりも進まなくて、フェリスに教えるだけで数ヶ月もかかったのよ。まさか、コズマの心の声をメイだって聞いたでしょ？話題を変えてもらえないか？子供たちの遊びを思い出してしまったよ。こちらのお姉さんも妖精の力を感じたいの？私の気持ちちゃんと受け取ってね。ええ、構わない。ゲン、アポニア、お母さん、何が書いてあるの？ええ、なんというか懐かしいね。これは未熟な過去。でも子供向きではないようだ。じゃあコズマも見ちゃダメ？グレーシュ、射精する場所を変えてみては？実は先ほどいい景色を発見したんだ。うん、そうする。ちょうど散歩したいと思ってたところだし。コズマも一緒に来る？やめておく。身の安全には気をつけてくれ。俺は少し気になることがあるから調べてくれ。ええ、コズマも気をつけて。あら、みんな行っちゃったわね。白紙を手に入れたし、メイ、私たちも戻りましょう。